どうもこんにちは、ベースライン研究所のタペです。はい、今回もですね、キングヌーの白日のね、感想の部分のベースライン解説していきましょう。このベースライン解説はですね、私がね、耳コピをしたフレージングを元に解説していますので、原曲のフレーズと異なる部分とかもあるかもしれませんが、その点ご了承ください。目的はですね、この、ね、白日をね、コピ版とか学園祭とかで、かっこよく演奏できるっていうことを目的としていきますので、それっぽくね、弾けるような解説っていう感じで捉えていただければいいかなと思います。はい、やっていきましょう。こちらはね、ポイントもまた3つありますね。まず1つ目がですね、ウォーキングベースについてですね。そして2つ目がゴーストノートについて、そして3つ目がですね、音作りのねポイントについてお話をしていきます。で、もちろんね、今5弦で話してますけども、4弦対策っていう形でね、4弦で弾くときのお話も、していきます。このフレーズ先に言ってしまうと、4弦でもそのまんま難なく弾けます。というのも5弦がね、出てこないんですよね、この感想に関しては。なので、ここはもう4弦5弦全く同じフレーズ弾けますので、このね5弦の譜面、タブ譜ありますよね、この一番下の線をないものとして、上のね4本だけを見て演奏してしまってください。なので、4弦もね5弦も同じフレーズということを覚えておいてください。では行きます。一番最初にポイントとして話したいのはウォーキングベースっていうものですね。ウォーキングベースって何かっていうと、ジャズとかでやるような4ビートとかでね、チンチキ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 ね、みたいな、こういうようなウォーキングベースとか、ね、言ったりするんですけども、このジャズのウォーキングのラインをちゃんと取り入れてますね。というのも、新井さんっていうのはかなり、ね、セッションミュージシャンであり、こうジャズマンでもあるんですよね。だからそのウォーキングベースっていう発想があるんだと思います。で、四分音符でね、ワン、ツー、スリー、フォーってやってるっていうよりは、これね、倍点っていうんですけど、ウォーキングベース8分でね、やってますね。みたいな感じで、これ8分なんですよね。ウォーキングベースの組み立て方っていうのを非常にね、参考になるフレーズですよね。で、どういう風になってるかっていうと、最初ね、D フラットのフレーズから始まります。この時に、こう、細かくね、16分の部分っていうのが出てきているんですけど、16分をね、一旦ね、なくして考えてしまうとね、非常にこのフレージングっていうのは理解しやすくなってきますね。っていう風になってます。で、これ何かっていうと、ウォーキングベースのポイントっていうのは、この場合8部でやってるから2拍ずつですね、1拍2拍と3拍4拍っていうような感じで理解して考えていくと、1拍目が1で、2拍目が2で、これで4つの音っていう風に考えます。で、3、4、5で4つの音だから、全部で8個になってるっていうような、そんなようなね、解釈でやっていきましょう。で、見た時に最初ね、ルートの音から来ますよね。で、最初1小節まるまる D フラットだから、2拍ずつでチェンジしていくような解釈で考えると、 D フラットの次また D フラットっていう風に2回ね出てくるっていうように考えましょう。そうなると着地点が同じ D フラットなんですよね。で、着地していく時に、ここからコードトーン5度いって、で、こう行きたいんですけど、早く着地しちゃうと帳尻合わなくなっちゃう。なるべくこの拍の頭にルートに着地したいので、このルートに着地せずにちょっと遠回りします。で、ダブルクロマチックって言って、半音半音で着地したいので、一回上に高い方に行っちゃうんですね。これで着地します。で、またこれ D フラットが始まるわけなんですね。 D フラットの次の2小節目の一つ目のコードですよね。これ Cm7 なので、このフレーズはここに着地したいから、でもここから隣ですよね。隣だからすぐ隣行くんじゃなくて、こうね、要は次のコードの頭に向かうために、どうやったら帳尻合わせられるのかっていうふうに考えながらフレージングしてるわけですね。で、ここに着地するわけですよ。行ったり来たりしながらこう着地していくわけですね。で、こういうような感じで考えていくんですけど、次が F7 だからここの音ですよね。この2弦の3フレット、ここに着地するわけです。これをね、8分だけで解釈しちゃうんだったら、いうような感じでこうね、着地していくわけですね。で、次が F7 からオクターブ下行ってから、次行きたいのがこの B フラットだから、でこのダブルクロマチックが入ってくるわけですね。はい、こういう感じになってます。 B フラット行ったら5度とオクターブのフレーズです。で、次が A フラットで、で、次が G フラットですね。ここの音ですね。ここに着地したいから、ここ1個前がこの音ですね。だからオクターブからオクターブ下に下がってから5度行って、で、
まあ、ここら辺はね、まあ、コードトーンそのまんまって感じですね。で次また D フラットに戻ってくるんだけども、今度は、D フラットが1拍2拍いってまた D フラット1拍2拍っていうよりは1小節で丸々 D フラットですよっていう風に考えます。そしてね、こう半音ずつは下がっていくわけですね。でここに着地したいわけだから、ここに着地できれば綺麗にね半音ずつ下がっていったらスケールがどうのとかっていう考えるよりもここに着地するっていうことを考えていくって感じですね。って感じ。こう C に着地したらこの曲はキーが D フラットメジャーなので D フラットメジャーの今度はスケールをたどってます。スケールを上ってって半音上から半音下のところに着地していく。 F7 のところはこういう感じですね。まあコードトーンを行ったり来たりして D フラットに着地していく感じですね。ここもまたスケールを上っていくような感じですね。最後戻るんですね。ここに着地したいから。だから結構スケールをこう辿ってやってますね。ね。で、Fフラットは？ね、こういう感じですね。で、ここに着地していく。で、ここはあえて、こういうふうにね、こう、大きくね、着地していってますね。で、ここは、ここから、ここに上がりたいから半音を使ってますね。でここも同じようなフレーズできて、で5度いって、でここが着地点、 D フラットのところが着地点で、最後は、まあ、ギターとねフレーズ合わせていくところですね。ね、ここはギターとフレーズ合わせていきます。これがまあ感想のまず基本部分になってます。でここに細かく16分のちょっと細かくなってるんですね。まあフレーズごとにそのまま覚えちゃうのもありなんですけど、まずしっかりと骨組みを把握した上でその上でアレンジの部分っていうのを考えていくっていうようなやり方の方がまあいいかなと思いますね。はい。で4ビートの時っていうのは16分のゴーストノートっていうのが入ってくるんですよね。例えばこのオクターブ下に行きたい時とかもこういうようなね、弦に触ってるだけ、押すんじゃなくて触ってるだけの状態を作って右手がねこう経過するときにこういう風にやったりすることはありますね。こういうとこもそうですよね。こう意図的に出すっていうよりはこう右手もそうだし左手もそうなんだけども、弦を動くときにちょっとこう触れてそこにちょうど引っ掛けみたいなのが入っちゃったみたいなようなね、そんなようなねニュアンスでこのリズムを出していくといいですよね。でこのゴーストがちゃんと跳ねてるとこうニュアンスが出ますよね。でーでーでーつてーね、こういうのをやってみてください。なのでね難易度高いかもしれませんけども、ゴーストはね後から入れるっていうような感覚でやってみるといいかなと思います。なのでねちょっともう一回じゃあゆっくりねこの、全てのねスライドだったりとか16部だったりとかゴーストをね入れながらゆっくりやってみたいと思います。はい、ちょっとね譜面と若干違うところあるかもしれませんが、このねゴーストっていうのは結構まあ感覚的に入れてるっていうかね、まあそういうようなものだったりするので、こう厳密にね譜面通りに弾くっていう感じでもないんですよね。そんなにいっぱい入れなくてもいいかもしれないしね。でもまあ入れた方がねかっこいい部分とかもあるので、まあそこら辺はねさじ加減だと思いますので、ここもちゃんと
正確にコピーしないとダメなんだっていう風に思わなくて大丈夫です。というのも私の、ね、譜面もどの弦をこうゴーストしてるかまではちょっと ね分かってない部分ってあるので、私も、ね、そこは独自解釈でこう入れやすいところのゴーストを入れてこのニュアンス出すようにして書いたのがこれなので、そんなにねこれを厳密にね守るっていう風な感じにやんなくても大丈夫です。ではね、最後に間奏の部分の音色のことについてお話をしていきます。この間奏の部分に関しては特殊な音になってるかなと思うんですよね。若干歪んでいるような、なんかワウがかかっているようなワン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 みたいな感じで、まあね、その何の音を使ってるかというところまではちょっと私もねわからないんですけども、シンセっぽい音を使っている感じがします。なのでね、ベースシンセみたいなものを取り入れていくと、ここのね感じっていうのがね、こう雰囲気が出るかなとは思いますね。例えばね、こういうねベースシンセサイザー、これ1台でシンセサウンドを作れたりするので、まあ、本人がねこちらを使っているってわけでもないんですけど、まあ1台でねシンセサウンド作れるっていう意味で紹介してみたいと思います。まあ、どういう音をするかっていうとですね、11種類ね音の波形があってですね、音の波形を変えることによって出てくるね音の動きがね変わってくるんですよね。でその中のですね、8番があってちょっとやってみたいと思います。足元で、ね、置いてしまうので、セッティングについては写真でねお見せしたいと思います。じゃあちょっとセッティングしてみますね。今ねシンセサイダーつないでみました。まあ、普通の音だとね、まあ、こういうような音なわけなんですけども、これシンセをつなぐとですね、オクターブ下の音とかね、ワン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 みたいな音が、実際の音プラスそういうねちょっと特殊な音が追加されますね。こんな感じ。まあ、こういう感じでね、追加されていくわけですね。ベースシンセサイザーはね、11種類音をね、選べるんですが、今8番。どれがね、どう近いかっていうとね、まあそこまでは微妙なんですけども、試しにちょっと6番にしてみました。ちょっと違うかなっていう感じですよね。なので、ね、ちょっとまた8番に戻しますね。まあ、8番にすると。こういうようなサウンドになります。はい。まあもちろんね、これが原曲の音かっていうとちょっと違うんですけども、ライブとかでやるときにね、これ踏んでやったりすると結構音もね、熱くなりますし、ニュアンスが近くなるかなと思いますね。ベースシンセっていうようなエフェクターになってます。この、ベースシンセのね、ワウワウワウっていうような音の感じも、その時のリズムとね、リズムがそのライブの時にリズムが速くなったり遅くなったりしちゃった時にやっぱそこで合わなくなっちゃったりするので、ちょっとね使い方難しいんですけども、ね、私も弾いてみた時にやろうかなって思ったんですけど、レコーディングの時綺麗にねこう音がリズムが、ね、はまってこなかったんでやめちゃったんですけど、まあねライブとかだったらなんとかこう勢いで乗り切れる部分とかもあると思うので、こういうのを使ってねやってみるのもいいかもしれませんね。ちょっとやってみましょう。はい。ベースシンセを使うとこういう音になりますね。まあ私も結構ね、いろいろね、こう試行錯誤してみたんですけど、ちょっとね、まだベースシンセの音に関してはかなり試行錯誤段階中ですので、例えばね、皆さんがすでにもうベースシンセとか使いこなしてて、このエフェクターのこのセッティングだと原曲に近いよとかね、教えていただけると非常に嬉しいです。おそらく一番のベースとしての見どころはこの間奏かなと思いますので、じっくりと練習してみてください。ではですね、今回の解説以上となります。次回ね、まあ一番最後の、まあ、Cメロっていうんですかね、あの部分と一番最後のサビの部分のちょっとしたポイントについてね、補足をしていきたいと思います。この動画気に入っていただけましたならば、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画もお楽しみに。